2009年2月25日、10時26分、オランダの首都アムステルダム、スポキール空港。ターキッシュエアラインズ1951便が着陸侵入をしています。この便には乗員7名、乗客128名の計135名が搭乗していました。着陸直前まで、クルーたちに変わった様子はなかった1951便。この無線通信の直後、1951便は滑走路手前で墜落しました。そして、事態に気づいた管制官の緊迫した様子が録音されています。今回は、ターキッシュエアラインズ1951便の墜落事故を事故調査レポートをもとに解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また使用している映像や画像などはイメージが含まれています。2009年2月25日、トルコのイスタンブール、アタチュルク空港をターキッシュエアラインズ1951便が出発しました。この便は、イスタンブールからアムステルダムへ向かう、所要時間が3時間半ほどの定期旅客便でした。使用機材はボーイング737の800型機、乗員7名、乗客128名の計135名が搭乗していました。この便の機長は54歳、総飛行時間は1万7000時間、そのうちボーイング737で1万1000時間、機長としては3000時間とベテランクラスの飛行経験がありました。副操縦士は42歳、トルコ空軍で約4000時間の飛行経験を積んでおり、事故の8ヶ月前に空軍からターキッシュエアラインズへ入社しました。事故当日は他のパイロットによる監督のもと実際の運航路線での訓練をしていました。ターキッシュエアラインズでは機種ごとの訓練に合格すると続いて各路線での訓練へ移行します。この訓練では機長が教官としての役割を担い経験を積んでいきますが、最初の20回はセーフティーパイロットと呼ばれる別のパイロットも登場し訓練の監督をすることになっていました。副操縦士はこの日が17回目の訓練だったため、1951便にもセーフティーパイロットが搭乗しており、コックピットには3名のパイロットがいました。セーフティーパイロットは28歳、彼は3年前に入社し、総飛行時間は2000時間、そのうちボーイング737で700時間の経験がありました。8時23分。1951便はイスタンブール、アタチュルク空港を離陸。コックピットは、左席に機長、右席に副操縦士、そして2人の後ろのジャンプシートにセーフティーパイロットが着席。操縦を副操縦士が担当、その他を機長が担当していました。離陸後はフライトレベル360まで上昇、巡航を開始しました。事故の30分前、副操縦士は着陸に向けてブリーフィングを開始しました。ブリーフィングの中で副操縦士は、想定される滑走路、着陸に使うルート、それに見通し距離は3500メートルでありつつも、2500メートルまで低下すると予想されていることなどを報告しました。
また、着陸時の計器侵入方式は ILS を使用し、着陸やり直しを決断する高度は60メートルであることも話し合われました。事故の10分前、機長はスキポール空港の管制官へ、時速450キロで高度2000メートルへ降下していると報告しました。管制官は、滑走路18ライトへ計器による着陸をするため、1200メートルまで降下を続けるよう指示しました。この指示の間、着陸装置が降りていないことを警告する音声が作動し、断続的に1分半、作動し続けました。事故の4分前、スポキール空港の管制官が、機首を210に向ける指示と、着陸侵入の許可をしました。オートパイロットとオートスロットルは、イスタンブールからの出発時と同様に、右がオンになっていました。ターキッシュエアラインズの運用規則では、着陸時には左右のオートパイロットをオンにする必要があり、左のオートパイロットをオンにしましたが、代わりに右のオートパイロットがオフになり、両方をオンにできませんでした。そのため、再び右のオートパイロットをオンにし、左のオートパイロットはオフにしました。事故の3分前、着陸装置が展開され、フラップが15度に設定されました。フライトデータレコーダーの記録によると、機長席のディスプレイには、電波高度計の数値がマイナス8フィート、つまりマイナス 2.4 メートルを示していました。事故の2分前、機長は、ローカライザーの信号、滑走路への誘導信号を受信したとコールし、機体が自動的に横方向の調整を始めました。この時、機体は滑走路から10キロに位置し、高度は600メートルでしたが、この高度は規定の高度よりも高い位置にいました。そのため、クルーは機体をより多く降下させるために、降下モードを一定の降下率で降下するモードに切り替えました。このモードに切り替えると、ディスプレイに表示されているオートスロットルのモードがリタードに変わり、推力が自動的にアイドルになりました。このリタードモードに変わったことが、1951便の運命を決定づける結果となりました。事故の1分半前、セーフティーパイロットが機長へ電波高度計の故障を指摘し、機長はこれを認識しました。高度400メートルで、機体は規定の降下パスまで降下できましたが、それと同時に速度が低下し始めました。事故の30秒前、オートパイロットで設定していた速度を下回りました。機長は500フィートと高度が150メートルであることをコールしました。直後、失速を知らせるスティックシェーカーが作動し、セーフティーパイロットが速度の低下について警告しました。すぐに推力を上げましたが、オートスロットルによって自動的にアイドル状態へ戻されました。機長は操縦を変わりましたが、この時の速度は190キロとかなり低く、かつ機首は約11から12度と離陸並みに上を向いており、セーフティーパイロットはさらに2回速度を警告しました。事故の10秒前、オートスロットルが解除され、オートパイロットも解除。速度を上げるために操縦桿が前へ、機首を下げる方向へ押され、同時に推力は最大に設定され、4秒後にエンジンの推力が最大になりましたが、地上への接近警告と降下率が異常であることを警告するシステムが作動。1951便は滑走路18ライトから 1.5 キロメートルの畑に墜落しました。この事故でパイロット3名を含む乗員乗客合わせて9名が亡くなり、機体は大破する大惨事となりました。これまでの経緯でどこに事故へつながる要因が隠れていたのでしょうか。事故後、すぐにオランダ安全委員会による調査が開始されました。クルーや天候に目立った問題がなかったため、調査にあたっては、フライトレコーダーおよびコックピットボイスレコーダーの記録が注目されました。まず、離陸した直後、フライトレコーダーに電波高度計の異変が記録されていました。機体から下に向けて電波を発射し、地面もしくは水面から反射して戻ってきた電波を受信することで、地表からの高度を計測する高度計が電波高度計です。
左右2つ搭載され、右のシステムは右のディスプレイ、左のシステムは左のディスプレイへそれぞれ接続されています。低高度を飛行時、特に着陸前に使用され、マイナス20フィートから2500フィートメートルで換算するとマイナス6メートルから760メートルの位置にいると地上からの高度がディスプレイに表示され、着陸時に機体のメインギアが設置した時にゼロを表示されるように調整されています。電波高度計の電波は機体前方から発射されていますが、設置時はフレア、機首が上を向いているため、実際の高度計の位置はゼロよりも高くなります。そのため、前のギアも設置し、地上走行をするとマイナスの数値が表示されます。しかし、1951便は離陸した直後から、左の電波高度計はマイナス8フィートを示していました。これは、電波高度計的には地上にいることになります。一方、ボーイング737のエンジンの推力を自動調整するオートスロットルにはリタードフレアモードというモードがあり、これは高度が8メートル以下で一定の条件が揃うとエンジンの推力を下げてアイドル状態にするもので、設置時の推力調整を自動的に行うモードでした。オートスロットルは左の電波高度計の高度をもとに動作し、左の高度が異常な場合は右の高度を使う仕組みになっています。1951便は飛行中にもかかわらずマイナス8フィートとなっていましたが、これは電波高度計としては正常の範囲の数値だったため、オートスロットルは異常と判断せず左の高度をもとに動作を続けました。そして着陸に向けて管制官から指示された方位を保ったところ、風の影響でショートカットする形になり、規定の降下パスよりも高い高度で滑走路に向かうことになりました。その結果、規定のパスに乗るためにより多くの降下が必要になりましたが、ちょうどその降下のタイミングでリタードフレアモードへ切り替わる条件が揃い、エンジンの推力が自動的にアイドルになりました。しかし、視界が悪い中でクルーは降下に意識が集中していたため、エンジンの推力が下がったことを気に留めていませんでした。同時に、オートパイロットは右がオンになっており、機首の上げ下げと左右の動きは右の数値を元にしていました。それにより、オートスロットルは左の数値を元に地上と判断して、エンジンの推力をアイドル状態に。それに対してオートパイロットは右の数値をもとに飛行中と判断。推力がなくなった分、機首を上げて高度を保とうとすることで徐々に減速していき、クルーが異常な減速に気づくと同時にスティックシェーカーが作動。しかし回復には高度が足りず墜落に至りました。左の電波高度計がマイナス8フィートを表示し続けた要因についても調査が進められましたが、墜落機から回収した部品を使ってテストしたところ、正常に動作したため要因の特定はできませんでした。ボーイングは送信機から送信された電波が地上に反射して受信機へ届くのではなく、直接受信機へ到達するダイレクトカップリングが起きた可能性を挙げています。ダイレクトカップリングはアンテナに氷が付着したり、アンテナの腐食などで起きる可能性があるとされています。なお、ボーイング737の800型機の電波高度計は正しい数値が表示されなかったり、その影響により高高度を飛行中に着陸装置が展開されていないなどの警告が作動するなど、長年にわたり問題を抱えていました。ボーイングやアンテナメーカーが問題のある機器を検査しても故障の原因が特定できませんでしたが、アンテナの腐食による影響を疑い、アンテナの気密性を上げる部品を変更したことにより多少の改善は見られましたが、完全な解決には至っていませんでした。墜落の大元の原因は左の電波高度計が実際とは違う数値を示していたことになりますが、一方で飛行中に電波高度計がマイナス8フィートを示していたこと、十分な高度がある中で着陸装置が展開していないという警告が作動したこと、どれか一つでもクルーが深刻に捉えていれば回避できた事故かもしれません。ターキッシュエアラインズ1951便墜落事故、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。